やばい。今やんでるよ。チャンス。さっきやばかったけど。やっちゃった。お気に入りと。マジか。あれか。最近さ、行くときは雨じゃなかった？いや、あの時は雨じゃなくて、曇ってたけど。曇ってた。霧がすごかった。寒かったよ。うん。覚えてる。わかんない、覚えてない、あんまり。かなり天気良かった。天気良かったね。うん。覚えてした。暑かったし。いっぱい観光客がいた。うん。うん、ちょうどいい甘くない、うんうん、もう一本雨ですね。見て。雨止んだよ。降ってるけどね、ちょっと。大丈夫か。わ、降ってるやん。なんか言ってる。もう浸透。揺れとる、揺れとる。揺れとるわ。OK。雨が結露やばいね。カビ臭。
気持ちいい。あったかくなってきたからな。そういうことか。対処法でも結露は出るし。嫌になっちゃうな。毎日毎日僕らの鉄板の上で。僕らは狭い車の中で虫と一緒に生活して嫌になっちゃうな。佐渡岬です。日本最南端、結構あれだね、アマゾンチックな場所や。アマゾンチック、なんか海見えてきた。南って感じだ、ただ今ちょっと一瞬寄り道して、そっから一回寄り道した後に向かおうかなって思って、ちょっとなんか旅人が寝てるらしくて、ちょっと覗いてこようかな。これかい、はい、寝てるかな。ひと気はないな。このサタギーですね。無事ドッキリサプライズできてよかったね。サプライズめちゃくちゃ寝とったね。YouTube 見てたとか。よかった、会えて。今から観光案内所の方に行って、支局と、最南端の証明書、証明書もらいましょう。すぐやな。すぐやな。結構さ、北海道とさ、九州で4つ集まっちゃうんだね、なんだかんだ。まあ、そりゃそうだよね。そうだけど、だいぶ序盤に集まっちゃった、って感じ。ペペッと、ペペッと行きましょう。パンパンチライフ、最南端に到着しました。佐多岬、風がすんごいのよ。佐多、あ、ハイビスカス。北緯31度線。北緯31度は上海と同じなんやな。観光案内所、はい、ここです。止めて、ダイヤモンド来てる。そこに一番に反応するな。悪い癖やぞ。証明書もらえる。そう、証明書いただきましょう。待ちきれず食べちゃった。溶けてきたな。うん。楽園ソフト。ジェラート系だね。へえ。あ、ジャリジャリしてる感じ。うん。ソフトクリームっていう感じ。滑らかじゃなくてさっぱりって感じ。ボリュームがすごいな。結構6巻きぐらいしてくれてる。6巻きぐらいしてくれてるわ。うん、すごい。円楽だって。塩楽園やろ。楽園いいんだ。落語家みたいなってね。美味しくない？うん、うん。あ、牛乳濃いな。濃いよね。ゲットゲット、やった。残すは西だけよ、あと。そうだよ、もう一瞬だよ。最南端だって。これ北緯30度。4つ揃えたら後ろ、裏がつながるやつやな。やったー、やりましたね。ありがとうございます。一番さ、なんかあれだね、南国感がある。うん、最南端って感じ。ガジュマルの木とかな、ヤシの木もあるから、うん、果てって感じやな。ここが最果てって感じ。根室もまあまあ最果てやったけどさ、また雰囲気が全然違う。果ての中でも、美味しいね。久しぶりにこういうご当地ソフト食べた気がする。冬の間はあんまご当地ソフト食べてなかったもんね。ちょっと今日はね、海は大荒れで、そう、なかなか岬の映像はあんまりお見せできる状態じゃないかもしれない、だね。風も波もすごすぎて。助けてください。
あ、コーン美味しい、これ。もっと上がるから、一枚出して。出しすぎじゃない？美味しいこれ。うん。まだ雨降ってきた。うん、まあ今日の山場は乗り越えましたので。あとはまた移動するだけ。はい。鹿児島市に向かって。はい。2時間ほど。今日は鹿児島市に向かって4時間だよ。4時間。いいね。運転変わろうか。大丈夫。余裕。本当に？うん。うん、でもさ、今日長時間、4時間運転するからさ、やっぱ元気をつけないと。今日しようか。で、ソフトクリームで大丈夫。ねえ、それ割ったらもうこれずるって出てくるパターンだよ。ほねみほねみほねみわかったね。うわ、ほれみほれみほれほれほれみ。このアイス危険。When I said goodbye.